磁気コアメモリ。磁気コアメモリは小さなドーナツ状のフェライトコアを磁化させることにより、情報を記憶させる記憶装置。コンピュータの初期世代ではよく使われた。原理的に破壊読み出しで読み出すと必ずデータが消えるため、再度データを書き戻す必要がある。破壊読み出しだが磁気で記憶させるため、不揮発性という特徴がある。ただし、 電源等入時のノイズ等で内容が破壊されるので、設計次第で揮発性メモリのように扱われる。縦方向、横方向、さらに斜め方向の3つの線の交点にコアを配置する。縦横方向でアドレッシングを行い、斜め方向の線でデータを読み出す。次期コアメモリを世界で初めて開発したのは、上海生まれのアメリカ人物理学者であるアンワング。 ウェー、ドンウーである。彼らは1949年にパルス転送制御デバイスを開発したが、その名称が意味するのはコアの磁場を活用して電気機械式システムの制御をするというものだった。ワングとウーはハーバード大学の研究所に勤務していたが、大学側は彼らの発明を売り出すことに興味を持たなかった。そのため、ワングはウーが 病で伏せている間にそのシステムの特許を、文のものとした。マサチューセッツ工科大学、MIT のワールウィンドプロジェクトに従事していた、J ・フォレスターらのグループが、このワングラの業績に気づいた。ワールウィンドは、リアルタイムのフライトシミュレーションに使われる予定であり、高速なメモリを必要としていた。最初は、ウィリアムス管を使おうとしていたが、このデバイスは気まぐれで信頼性に乏しかった。 二つの発明によって、次期コアメモリの開発が可能となった。一つは、アンワングの、ライトマイナスアフター、リードサイクルの発明である。これにより、情報を読み出すと消えてしまうという問題が、解決された。もう一つは、J フォレスターの電流一致システム、コインジデント、カレントシステムであり、これによって、多数のコアを数本のワイヤーで制御することが可能となった。 コア配列は人間の手で顕微鏡と精密なモーターを使って組み立てられていた。1950年代後半には極東でコアメモリ製造工場ができている。数百人の労働者が1日数千との賃金でコアメモリを組み立てていた。これによってコアメモリの価格が低くなり、1960年代初めには主記憶装置として広く使われるようになり、低価格、 低性能の磁気ドラムメモリも高価格、高性能の真空管メモリも使われなくなっていった。なお、当時の日本語では、自新記憶装置と呼ばれた。日立製作所が1964年に、ヒタック5024に製作した 4K の自新記憶装置が、日立製作所に所蔵されているほか、NTT 技術資料館に所蔵されている、パラメトロン式計算機ムサのマイナス1にも、 自信記憶装置搭載されている。4K のコアメモリで1ユニットあたり4096個、64K のもので65,536個も搭載されたフェライトコアはすべて高度成長期の日本人が顕微鏡を見ながらドーナツ状のフェライト磁石に銅を一巻きずつ手で巻いたものである。次期コアメモリの製造が自動化されることはなかったが、その価格はほぼ、 ムーアの法則に従った推移を示した。最初の頃ビットあたり1ドル程度だった価格は、最後にはビットあたり0.01ドルになっている。その後時期コアメモリは1970年代初めにシリコン半導体のメモリチップ、ラムに置き換えられていった。ワング博士の出願した特許は1955年にようやく認められたが、 その頃にはすでに磁気コアメモリが使われていた。そのため長い訴訟問題となったが、IBM がワングに数百万ドルを支払って特許権買い取ることで解決した。ワングはこれを資金としてワングラボラトリーズの規模を拡大させた。磁気コアメモリは磁気をスイッチや増幅に使用する様々な技術の一つである。1950年代、真空管は 先端技術であったが、その材質は壊れやすく、発熱と電力消費が大きく、不安定であった。磁気デバイスは、トランジスタなどの半導体デバイスと同様の利点を持っていて、軍事利用された例が多い,い。一般的な磁気コアメモリについて、その構造と記憶の原理について説明する。基本的な要定は、フェライトコアの特性として、その自家特性について、 ヒステリシスの存在により記事の変化に一定の式位置のようなものがあるということである。次期コアメモリは小型のフェライト磁性体のリング、コアというに電線が通されたものが格子状に多数配置された構造になっている。コアの一つが1ビットの記憶容量を持つ。一つのコアに対しては書き込み用電線が縦横の角1本で2本、それと読み出し用。 電線一本が通っている。書き込み用電線は格子状に配線され格子点にコアがある。格子の縦横書き一本の書き込み用電線を指定すると一つのコアが定まるわけである。これがビットアドレスの指定になる。縦と横のそれぞれ一本の電線に流す電流はある程度の余裕を持って前述の式位置よりも低い磁力しか発生させない程度に流す。これにより 高点にある両方の電線が通っている唯一のコアだけが十分な強さの磁力の変化を受ける。あるコアにデータを書き込むには、そのコアに対応する書き込み用、電線2本に電流を流して磁化させる。電流の方向により、コアの磁界の向きが決まり、それにより霊界値のビット値が決まる。なお、磁化されたコアは、 電流が止まって文字化した状態を保持するので、不揮発性のメモリということができる。あるコアのデータを読み出すには、そのコアに対応する書き込み用、電線2本に電流を流し、読み出し用電線の電流を検知する。この時現在のコアの磁界の向きが逆転するようで、あれば、読み出し用ケーブルに電流が流れる。逆転しない場合は、読み出し用電線に電流が流れない。 これにより、コアのビット値が判明する。しかし、データを読み出すときに、書き込み用、電線2本に電流を流すので、コアが自家されてしまい、読み出し前の内容が失われてしまう、非破壊読み出しができない。このためコアの内容をその後も保持したい場合は、書き戻しが必要である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。